でも、なんかその、なんかね、まあ、絶対ダメなんですけど、うん、気持ちとしてはやっぱりありますよ。なんか人の生活覗きたいっていう。だから覗くってあかんやん。はい、覗くは覗かせるということには成功してんけど。覗かせる？うん。と言いますと。ちょうど、はい、俺も、前、その、まあ、俺がその事件を起こしたマンション、事件起こしてないんだけど、起こす前の、はい。のマンションの、はい、俺の部屋と、はい、大吉さん、の夫婦のお住まいが、はいはいはい、あの窓から窓、まあ、見れるような状態。ああ、対面みたいな。お互い。はい。まあ、対面ってわけじゃない。ちょっと離れてるけど、はい、まあ、うまく窓がお互い見れる状態で。大吉さんの奥さんと俺、たまにお食事行かしてもらうのはほんま近所なんで。で、大吉さんも、まあ、大体3人で飲んだり、あと後輩呼んで飲んだりすんねんけど、はい、大吉さんがもうベロベロ酔っ払って寝ちゃった時に、はい、あれいつも見えますよ、部屋って言われて、はいはい。そうなんですよね。あ、じゃあ、僕、今後、はい、あの、オナニーするとき、部屋の明かり、柿色にしますんで。僕の部屋が柿色の時は。僕の部屋が柿色や思ったら、オナニーしてる思ってください。何言ってんの、もう小林くん。あ、すいません。みたいな。はいはいはい、なって。で、また何回か飲みに行ってるときの奥さんが、はい、小林くんってほんまに毎日オナニーしてんだよね。あ、見てたんですか。あ、そう言いましたね、俺。何の話？何の話とって大吉さんだって。何の話と小林くん。うちの嫁と何の話とってな。あ、それ違うんで、違うんです。すみません、大吉さんっての。違うことないですよ。違うことないけど、なんか変な風に思われたらあれかな。まあ、何の言い逃れもできそう。なんで柿色にするんすか、ほんで。電気を。まあまあ、そう、雰囲気を。雰囲気。ちょっと間接照明みたいな。あ、豆電球とかじゃなくて。そう。オナニー用の。ちょっと間接照明したらちょっとオレンジっぽくなるのよ。ああ。もう女とやるときと一緒やな、オナニーするときは。だから、そこまで。雰囲気作って。そう。先輩の奥さんに、もうほんまにスレスレのラインで生活してらっしゃるんですね。ほんまやな。危ないですよ、ほんまに。だ先輩夫婦にも、はい、後輩夫婦にも救われてるというかね。なんかええ話みたいに終わってますけど。危ない話です、ね。人と人との絆の話です。いや、そんなええもんじゃないですよ。危ないところですから。うん。